110ポンドアームストロング砲。アームストロング砲とは、イギリスのウィリアム・アームストロングが1855年に開発した大砲の一種、マーチン・フォン・ウォーレンドルフが発明した後そう、式ライフル砲を改良したもので、装填時間は従来の数分の1から、大型砲では10分の1にまで短縮された。方針は、連鉄製で、複数の筒を重ね合わせる。 創生方針で中造法に比べて軽量であった。このような特徴から、同時代の家砲の中では、優れた性能を持っていた。当時、日本最強と言われていた。1854年、アームストロングは、イギリス陸軍大臣ニューカッする孔、ヘンリー・ペルハムイコール・クリントンに対して、3ポンド、史上5創法の開発を提案した。後に砲空を拡大し5ポンド砲としたが、射程。 精度ともに満足すべきものであった。その後3年間、アームストロングは開発を続け、より大口径の方にも護送式を採用した。1858年に、アームストロングの護送法は軍に採用されたが、最初は野戦特別部隊用としてであり、また6ポンド三砲軽野砲9ポンド騎馬砲兵法お及び12ポンド野砲のみが製造された。アームストロングは、 この方式がより大型の方に適しているとは考えていなかったが、上層部は20ポンド野方、関西砲、40ポンド関西、要西方、110ポンド重砲の製造を命じた。イギリス海軍はこれら3種類の砲をすべて採用し、また40ポンド110ポンド砲はニュージーランドでも採用された。ポーツマスの HMS ゴーリア状のファイバーグラス製レプリカ、デッキ状には、 砲弾が置いてある汚染メカニズム潤滑機が取り付けられた薬のアームストロング砲は従来のように全体を一度に鋳造するのではなくいくつかの部品を組み合わせて作成されていた。方針は A チューブと呼ばれる方針内空部をいくつかの連鉄製のコイルではめ込んだ創生方針でコイルの圧力により強度を増加させていた。また汚染と砲耳も別部品であった。 砲の市場は38口径長で1回転するように掘られていた。中鉄製の砲弾は、ミニ A 弾と類似の形状であり、薄い鉛で内空径よりやや大きくなるようにコーティングされていた。この鉛部分が砲の市場に食い込み、砲弾に回転が与えられる。この方式は、マーチン・フォン・ウォーレンドルフとジョバンニ・キャバーリによって、開発されたばかりだった。 従来の前装格好法に比べると内空と砲弾の隙間がないことによりより少ない創薬量でも射程が伸び砲弾の回転により砲撃精度を高めることができた薬の尾の全部にはブリキのプレートで重視とアマニューを挟み込んだ潤滑機が装着されていたプレートの後ろには密漏でコーティングしたフェルト束と厚紙があった砲弾が発射されると潤滑器もその後を追うが この際に、プレートの隙間から潤滑油が絞り出され、フェルト束が砲弾から剥がれて内空にこびりついた鉛を吹き取り、時段の発射前に内空が掃除されることになる。革新的な機構は、先端6インチの内空系をやや小さく絞り込むもので、アームストロングがグリップと呼び、20世紀の方にも一般的に用いられている。これにより、を出る前に砲弾がより中心部に位置し、 鉛コーティングがより剥がされる分砲弾の直径が小さくなり、飛翔特性が若干向上する。アームストロング砲の汚染は一種の垂直左線を用い、全面に薬質との密着を確実にするための円錐形の銅製リングのプラグを有した。点火口も兼ねているため、ベントピースと呼ばれた。合わせて、閉鎖をより完全なものにするため、中央に穴の開いたネジ部を有し、 後ろからベントピースを締め付けるようになっていた。砲弾の装填、発射手順は以下の通りである。後部のネジを回して緩めるベントピースを持ち上げる。砲弾をネジ中央部の穴から砲身内に挿入し押し込む。薬のをネジ中央部の穴から薬室に押し込む雷管チューブをベントピースに装着するベントピースを下げるネジを締め付けて閉鎖を確実なものにするベントピース上部の。 点下口に引き綱のついた摩擦チューブを挿入する砲手が引き綱を引っ張ると点下口内の火薬が発火し、これが創薬を爆発させ砲弾が発射される。1858年にイギリス軍の正式法に採用され、その特許はすべてイギリス政府のものとされ輸出禁止品に指定されるなど、イギリスが誇る新兵器として期待されていた。しかし、 撮影戦争の時に戦闘に参加した21門が合計で365発を発射したところ28回も発射不能に陥り、機関ユーリアラスに搭載されていた1門が爆発するという事故が起こった。その原因は装填のために稼働させる砲塔後部に巨大な膨張率を持つ火薬ガスの圧力がかかるため、まだ製造技術が未熟だった鉄製の汚染が破裂しやすかったことにある。 そのため信頼性は急速に失われ、イギリスでは注文がキャンセルされ生産は打ち切られて過渡期の兵器として消えていった。廃棄されたアームストロング砲は輸出禁止が解除され、南北戦争中のアメリカへ輸出された。南北戦争が終わると幕末の日本へ売却され、第二次徴収制罰と戊辰戦争で使用された。江戸幕府もトーマスグラバーを介して35文もの多数を、 発注したが、グラバーが引き渡しを拒絶したために、幕府の手には届かなかった。慶応2年7月27日赤坂口の戦いで、海岸線を進軍してきた福原和勝が率いる、報告隊が砲隊を先頭にして、攻撃を開始したが、熊本藩兵のアームストロング砲の砲撃に、多大な損害を受け撃退され、報告隊の攻撃は頓挫した。 五神北越戦争で長岡藩軍がアームストロング砲で硫酸弾を発射して、騎兵隊ら藩軍の頭上で爆発させる戦術を用いて多大な損害を与えた。上野戦争や秋田戦争でも使用されている。日本では佐賀藩がこの砲の製造を試みたと言われるが、実際に製造した砲がアームストロング砲と同等のものだったかについては、 戦時中の金属類回収例により、サガハン製造とされるアームストロング砲が教室で、失われたために検証が不可能となり、議論が分かれている。これは、アームストロング砲の製造には、パドル炉、圧縁機、加熱炉、蒸気ハンマーなどの大規模な設備が必須であり、当時のイギリスですら、最新最高の設備を持った工場でしか生産できないようなものだった。 当時の佐賀藩がイギリスに匹敵するほどの設備を持っていたとは考えにくいためである。精錬型に勤めていたアームストロング砲の製造に成功したと記したカラクリギエモンこと田中久氏への記録によると鉄製の元込み式の6ポンド砲である。また福岡日日新聞社の北島磯船によると32個写真も残されており、方針の構造こそ不明だが元込式であるのは 写真で確認可能である。ありがとうございます。